せーの、アリンカッパです。はい、今日は児童書記セラピストのアンナさんに来てもらいました。はい、お願いします。ちょっとね、スターリーズさんの動画でなんかいろいろ見てもらってるのを見たんですよ。で、すぐにちょっと連絡させてもらって私たちもしてもらいたいですということで今日ね、来てもらったんですけど、ウマナミラ最近ちょっといいことが、いいことっていうか、なんかがあったわけじゃないんだけど、何か良くないよねみたいな、良くない気がすんだよな。そういうの見てほしいです。だからてか普段はどこでしてはるんですか？普段は梅田の個室で間借りさせてもらったりとか、うん、まあ、難波震災橋だったりとか、うん、東京出張したりとか、うん、なんかいろんな場所でやってます。なんか最近ここで動画撮影をしてて、うん、まなみ一人でしてたのかな。そう、まなみが隔離期間、コロナで隔離期間で一人で撮影してる時に、ふが家で編集してたその動画を。なんだろう、声が入ってるねん、女性の、うんうん、だから多分おらねん、この家に。じゃあほんまになるんで、ここおったら頭痛いとか言ってきたりする。そう、頭痛くてなんかちょっと気が重くなるんですよ私ここから帰るぐらいでいいか思ってましたけどね。ええなんかすごい、ちょっと待って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 。じゃあちょっとそんな感じで、まず2人からじゃあ見ていってもらいましょうか。はい、2人のはね、なんか仕事とか活動とか、まあ、あの今回来てもらって動画とかも見てもらってないんですよね。なんかあえて見ない方がいいのかなと思ってですよね。じゃあこちらにですね、ひらがなでフルネームと性別でお願いします。はい、ちょっと完成の準備入りますね。はい、切り出します。はい、ふうかさんってそのなんか体調とか大丈夫ですか？重いとか重くないとか大丈夫ですか？なんかそれが疲れで重いのか何で重いのかが分かんないですけど、なんか初めてお会いした時から、あ、なんか結構ついてはる感じするなって感じ。やっぱりな、やっぱりふうがついてるからマジで最近ふうはれんやわ。あ、なんだ、でも大丈夫なんですけど、お持ちながらあーって感じで今気持ちは思ってたんですけど、なんかあんまり最初めんどくないなって思って嫌と思った。まあこれがついてると結構風花さんの中のエネルギーが滞りやすくなるっていうのがあるので、でまあそれってもちろんそのパートナーのうちの一人が滞ったらもう一人が絶好調だとしてもね、ちょっと相乗効果的に言うとその効果がちょっと減ったりとかはするじゃないですか。マジ引っ張ってる？もしかして絶対そう。二人っていつからの関係性なんですか？20年になるな。二人ってこう過去世から見ても姉妹やったんですって、ずっと姉妹やってみたり、で風花さんがお姉さんで、なんで？まあ風花さんが妹やったみたいなんですけど、ただすごく上下関係があるっていうか、一緒に仕事してるのが3回ぐらいあって、で最後バラバラになるのが1回あるみたいな感じだったんですよね。で一緒にいると安定しやすい関係性ですっていうふうに書かれてるんですよ。ユーシーのテーマが安定と支え合いっていうふうに書かれてるんで、何かが起きた時に支え合い合う側が安心っていうふうに書かれてるんで、だから好き勝手したらっていう感じでほったらかしにするんじゃなくって、支えてあげたいっていうその気持ちを持つとうまくいきますよっていう感じ。そのお互いのことを考えて行動するとか、そういうのが全体的な運気に関係してくるかなと思います。マラちゃんも好き勝手にしいやっていうタイプやもんな。仕事と全体運が結構リンクしてそうな感じはありますね。なんか風花さんは仕事よりプライベートが充実しそうな年かなと思って。今年ですか？それって今年です。まなみさんは仕事しづらしたくてもしづらい状況になるかもっていうふうに出てますね。制限がかかるのか、こうなんとなく合わないっていうふうになるのか、スケジュールか何かとか、そのまあこうこことここがあったらちょうどいいけど、こことここぐれちゃうみたいなのが多くなるかとか、ちょっと今年もしかしたらそういう風なのが多くなるかもって感じです、からこうポテンシャルはあるのにそのあたりがモヤモヤしちゃう年にはなるかもしれないなって感じですね。だからまなみさんと風花さんの仕事に対するエネルギーが今年ちょっとずれてるかなっていうのはあります。ちょっと魂のエネルギーの状態かな。ちょっと待って、最近からさ、おかしいね、風花さん。
時の反応が。なんかエネルギーっていうか魂が可愛らしい感じの方なんですよ。うん、お花をこうやって持ってもって結構少女性もあったりとかちょっとロマンチストなところもあるかもしれないですね。なんかちょっと可愛らしい感じ、なんか笑ちょっとうふってなっちゃう。愛することと愛されることを大切にする方が多いんですよ。なんかこれが大切って思ったらそれを守りたいって思うタイプの方が多かったりするので、クリシャンが愛されることみたいな言ってたよ、うん、タトゥーの花言葉それやね。びっくりした、やっぱり何でもどんなしたいと思う。むっちゃんとか炎が見えてるんですよ、うんうん、だからこうメラメラしてる感じとかセンサーを、まあ、研ぎ澄ませたいと思ってる感じがいいですかね。こうチャンスは掴みたいみたいな、なんかちょっと男性ボンドな感じだから安定なんですよね。だから相性的に言ったらいいんですよね。うん、メラは相性だからはいいです。仕事の相性でも38%ぐらいです。聞くと思っててん。じゃあ次ちょっと学びやってもらおうかな。はい、なんかほんまに関わったあかん人とか、うん、聞きたい。関わっていい人とかそういうのをちょっと聞いていきたいなと思います。はい、じゃあ一人一人言ってもらえれば。ふうがん、大丈夫ですね。私関わらない方がいい人あんまいないんですか。今のところいないと思います。いいね。大丈夫だと思いますよ。で、まあ、家族とか見てほしいですね。はいはい、いきますね。妹さんに関してはちょっとビビリって書かれてます。リゴちゃんビビリだし、あとビビリだ。これ私が言ってるんじゃなくて書かれたコントなんですよ。あーなんですかね、あの変に生きらなくていいよって言って。じゃあそれ以外は別に特に何してないんですか。それ以外も全然大丈夫です。最後は恋愛ですね。一番大事は今からのこの恋愛が。結婚とか気になる、うん、子供とかな。そうやな、うんうんうん、子供は産むんじゃないですかね、うんうん、たくさんたくさんでもないからね。そう、なんか自分に会う人自体見つけられてるみたいなんですよ。え、あの人生の最終時点にいそうな人を選んだ方がいいですよって書かれてますね。変な話、こう自分を引き上げてくれる人とかの方がいいかもですね。自分が引き上げるんじゃなくって、うん、どっちかというと引っ張ってもらうとですか、うん、引っ張ってもらうとか、うん、同じぐらいとか上げてもらえるとか相乗効果がある。ある人の方がいいよ。今のこれだから28ぐらいの時に可能性はあるかもしれないですね。あと3年後離婚とかバリあれ。離婚は今のところ大丈夫と思いますよ。離婚大丈夫なんですか。なんかこうまなみさんはまなみさんでなんか反省内省するようなところが結婚生活続ける中で出てきそうな感じがするので、あ、でも悪かったなって思えるところもなんか出てくるみたいなんで、なんかまなみなんかさ全然悪いとこない。だからあもう自分に何か取り付いてるのか見通し。あ、そうでしたよね。生き量みたい、悪い、あんま良くないのが2体とパイプ8本のうちあんま良くないのが2本。あ、これはそうですね、日本がそのままそうって感じで。え、どういうこと。なんかあんまり良くないエネルギーがついてて、で、あんまり良くないパイプもついてて、そのパイプの人とあんまり良くないエネルギーの人が一緒の人っていう感じですね。誰で、これも名前言っていってもらったら分かったりするんです。え、さっき挙げてもらった人の中にいるかっていないですね。あ、あんま関わった人はダメなの前でしたね。まなみ、あやの。大丈夫と思いますよ。うん、
けど、うん、おらへん。うん、おらへん。あと何聞きたいやろ。恋愛のこと。なんかあの結婚自体はされるみたいなんですよ。はい。でも結婚したら結構今よりもっと落ち着くところがあるみたいですね。なんかすごいこう子供をめっちゃ可愛がりはるのかなっていう感じがね。一緒ぐらいがいいねん。ちょっと早まるかぐらいだと思いますね。どっちかっていうとシャークさんの方が早そうかも。えっ、ごめん、さっき行くわ。あ、だからそれで寂しくなって後からあれ結婚するタイプ。誰と誰とか分かんないですよ。誰ととか分かるんですか。言ってもらえたら可能性がある人は見れるっちゃ見れますけど。でもまだ出会えてないやん。かもしらへん。ちょっとカモカモの人にちょっと言ってみる。の方がいい気がしますよ。結婚するってこと？あの結婚のパーセンテージ今のところ低いですね。近づいた方がいいかな。その人の気持ちとか知れるんですか？あ、まあ駆け出そうと思ったら駆け出せますけど。それちょっとすごいです。聞いたらいいよ。人としての相性この人いいですけどね。うん、でもめっちゃ兄弟みたいって言われます、周りに。ふうかさんのことを大切にしきれてはいないかなっていう感じのイメージですね。で、この方で見ると好きは好きだけど可能性少なそうと思われてる感じですね。なんかでも恋愛の相性とかはいいですよ、かなり。あ、人としての相性と恋愛の相性とかはかなりいいです。それぐらいですか。それぐらいかな。うん、うん、でもなんかすっきりした。うん、よかったです。せやな。すっきりしました。何をすべきか今分かったから十分。せやな。うん、はい。まあそんな感じでね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。面白い。なんかふうやる前はモヤモヤするんやろなと思ってたけど、すっきりした。すっきりした。インスタとかでも予約とか取れるんですよね。あ、はい。なんかインスタから予約ページに飛べたり、ページに飛べたりするので。はい、皆さんもちょっとやってみてください。まあ、もうちょっと見てほしいことあるんで、ちょっとこれはもう動画切って、ちゃんと残りのものをね、見ていってもらいたいと思います。はい、はい、そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。We getting crazy in a different world.